皆さんはこの男を覚えていますか？今から10年前、土曜8時のめちゃイケから忽然と姿を消した男、極楽とんぼ山本圭一。動けるデブの異名で岡村と並んでめちゃイケのツートップだった彼が、2006年7月、ある事件をきっかけに芸能界から追放され、それと同時にめちゃイケの時計の針は止まったままだった。山本が消えてからちょうど10年が経った今年7月、めちゃイケメンバーにスタッフからある知らせが。山本圭一と再会しようと。ほうほうほう、山さんと、うん、ついにえ、どう、もうこの日、その日を待ってました。ああ、行けますか、うん、まあ行こうかな。行くあ、いいんですか？はい、まあ、なんか10年も経ったんで、うん、まあでもどうかな。僕もだからパッと会ったら何をどうしていいかちょっと分かれへんなって。それぞれがそれぞれの思いを抱えたまま、今夜めちゃイケの止まった時計が10年ぶりに再び動き出す。あなたは山本圭一さんですか？わあわあ、山本圭一、彼は今何をし何を考え何を語るのか。めちゃイケからいなくなった10年前、山さんは彼が口を開いた時、10年待ち続けた仲間たちは、そして相方加藤は、今夜6時半からのめちゃイケスペシャルを前に、あいつがいない間加藤をいじり続けるしかなかった10年を徹底的に振り返るぞ。めちゃめちゃいじってる。ついに再会、めちゃイケと山本空白の10年スペシャル。2006年7月、極楽とんぼ山本圭一が未成年との飲酒、みだらな行為で吉本興業を解雇されたというニュースが報じられ、日本中に激震が走った。当時の状況をナインティナインはこう語っている。すぐ加藤さんに電話したかな。どうなってるって言って、まだ今俺もちょっと状況がわからないと。これは偉いことだなと。犯罪者ってもうなりましたから、ニュース速報流れたんで。事件については後に不起訴となったが、山本がテレビに戻ってくることはなかった。当の相方である加藤、その当時の記憶は、スッキリが始まる10分前ぐらいまでもういろいろ整理できなくて、まあ、会社の判断もそうですし、山本に対する怒りもありましたし、着替えながらメイクしながら、でもその時にもうちょっともう感極まってる部分があって、僕の中で、でそのまま『スッキリ』のオープニングに突入したっていう感じですね。整理のつかないままね。はい、当時めちゃイケメンバーは加藤の前で事件の話をすることさえためらわれたという。が、全く空気を読まない男が一人だけいた。事件の後初めての収録でややぎこちない空気の中、加藤さんってほら他局の話しちゃっていいんですか？いいですよ、ね、ほらすっきり、ねえ、泣いてたじゃん。いや、じゃあ見ちゃう、見たってこと。全く笑えない加藤。
ゃあ励まそうとしてそこ触れた。それ俺らも触れてないんです。そこはこの人数の中で一番距離遠いぞお前。スッと入ってきたよ。じゃあま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 あ、ね、香りは今日やめてね涙とか。いやいや私はそんな涙とかしないです。なんか他局で 朝に泣いてはって家のリビングからさ、ええ、加藤さん泣いてるっていう声だったしブワッと走ってたらすごく泣いてた。事件から時間が経って少し笑えるようになった加藤。もう言えたの？もう全然大丈夫です。傷言えたの？傷はまあ、まあ言えまして大丈夫です。もう言えたようなもんですよ。さっき本人から言って。そして芸人だけでなくスマップからもあれぶりですかって言って。ああ当時あの芸人は心配して連絡あってんけど、うんうん、芸人以外では香取君だけやってんな。心配して連絡あった。そう。その時感動したやろ。電話番号交換とかもしてないのに、マネージャー経由で電話番号調べて携帯に慎吾ちゃんから電話あって、俺は嬉しい。ああいい人だ。僕は加藤さん応援してますから。うん、俺タクシーの中でその電話取って、うん、俺ちょっと泣いたね。泣いてる。泣かない。いい話だな。今電話の向こうでこいつ泣いてんすよ。おこいつ泣いとんのかい。何でそんなこと言うんだお前。お前それ言っちゃダメだテレビで。電話切る前に泣いてたの。メンバーが一人欠けたまま迎えためちゃイケ10周年を祝う記念撮影で加藤の表情が気になったテレビ誌の記者が、加藤さんがなんとなく元気がない感じなんで。元気ありますよ。元気めちゃめちゃありますよ。大丈夫ですか。引きずんな。元気出して。もういっちゃって。頑張ろう。いや引きずんなとかって言うとなんかおかしいな感じになる。起点を聞かせた記者が考えた笑顔で写真を撮れる掛け声とは。じゃあ、極楽トンビ。当時はコンビ名を口に出すことすらはばかられた時代である。素人にはいじられたくなかった。誰だよトンビって。極楽トンビって誰だよ。そして極楽トンビ、極楽トンビ部長、極楽トンビもっと極楽トンビ。素人には絶対にいじられたくなかった。一番でかい子に言ってた。こいろんな事情一番知ってるやつでしょこいつは。俺やるようなんだから。どうしてたから。元気を出そうと今俺たちやる気ないってことだね。そんなめちゃイケが大ピンチの中迎えた10周年記念の抜き打ちテスト。一人ね転校しましたんでね。面倒くせえおめえ、面倒くせえおめえ。メンバーが一人減った責任を自らも感じ謝る加藤。お父さんのね、仕事の都合でね。ちょっとね、開ければ。そうなんや。定額中。しかし、落ち込んでいると思われた加藤からある報告が。お前なんか、ああそうっすか。みんなに秘密にしてることあるよな。何何お恥ずかしながら、私加藤家、はい、3人目で来ていましたから。もちろんずっと前から分かっていたが事件のごたごたで発表できずにいたのだ。聞いたのもなかったんですけどね。いやびっくりしたよこの1ヶ月な。みんな加藤浩次心配してたけどな、やることやっとったからな。嫁を抱くな。抜け抜け抜けたメンバーの元の相方よ。はい、いちいち一応言っとくけどさすがに吹っ切れた。はい、吹っ切れた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 。しかし気になることが。吹っ切れた。本
いや、本当にって聞かれたら実際問題そりゃ吹っ切れてないさ。でもテレビだから吹っ切れたで行こうよ。吹っ切れた吹っ切れた吹っ切れた山本圭一。まあまああんまりね、やったのが言うてんねん。俺はどついたろう。うわあ、ああ、山本圭一や。そうだよね、そうだよね。今夜6時半からのめちゃイケスペシャルは10年ぶりに山本圭一に再会。反省の日々を大追跡。いや、あ、悪い、あ、どうです、お、加藤君、反省中の盗塁機あるのか。山本に気づかれないようこっそりやってきた宮崎で事件発生。やばい、テープがお楽しみに。この放送はご覧のスポンサーの提供でお送りします。やったー、やったー。こちらは爆裂お父さんでの一幕。お母さんがパソコンで見つけたのは、あら、ちょっとちょっとお父さん見てちょうだい。あらららら、ちょっとちょっとこれどこ、え、ちなみに東国原氏は当時宮崎県知事として大ブレイク中。東国原知事のね、そうですね、うん、すごいこと気がついちゃった。何しました。東国原知事ってことは、うん、ここは宮崎じゃないかしら、うん、宮崎だよね。宮崎、東国原知事は宮崎だよ。崎、え、ややこしいとこ行きましたね。なぜややこしいかというと、この頃山本は人目を避けるように宮崎に引っ越していた。さらに肉巻きおにぎりの会社に就職したらしく、屋台でおにぎりを売る姿がたびたび目撃されていたのだった。うん、行った方がいいんじゃないかな、宮崎。いや、もう、いや、これ放っとこう。これ放っとこう。ほっとく、ほっとく、ほっとこ。いやー、これ俺誰かをぶん殴るかもしれないからさ。俺言っちゃうと誰かをぶん殴るかもしれないから。実は山本の宮崎行きに深く関わっていた人物が。武井壮と申します、よろしくお願いします。百獣の王として近年ブレイクした武井壮は、芸能界デビューするかなり前から野球を通じて山本と知り合い、弟のように可愛がられていたという。うん、俺が車に連れてったんですよ。ああ、そうなんです、ね、もう一人仲間と3人で車乗って、まあ、飛行機も乗れないし、うん、でも東京いるわけいかないっていうんで。山本からは何の音沙汰もなく、事件から丸1年が経った宮崎時代。香りの彼なんかは女好きのデブ一番嫌いやで。ちょっと厳しい顔、もう一番腹立つんだ。ちょっと一番腹立つんだな、裏切り行為やな。裏切り行為ですよ、うん、肉巻きおにぎり売ってても腹立つんだ。何をしてんだよ。やりつけてやりたい。激動の1年間を総括するフジテレビ警察では、可愛い歌に乗せて、まさか子供にいじられるとは加藤も思っていなかったので。反撃成功のはずが、子供たちからの逆襲にあえなくダウン。もはや反撃する力が残っていない加藤から泣き言が。俺も南国行きてえな。
のかい。あかんよ。どうせなら本当に告知させてください。せやな、ほんまそうそう。ガレッジセールが突然ネットコマーシャルに来た時のこと。加藤さん入ってくださいよ。じゃあなんで俺が入んなきゃいけないんだよ。あ、そうそうそう、これはおかしいな。我々同じ鈴木班でしょ。鈴木班。マネージャー一緒やもん。吉本ではな、そう、スキーなんか担当の鈴木マネージャーは当時加藤よりもガレッジセールの仕事を優先していることに加藤は怒っていたが、加藤さんのために、うん、まあ、頑張りたいのは山々なんですけど、まあ、そうやんな、はい、うん、極楽とんぼはもうライブできない、うん、あ、言っちゃった。それは杉さん、それはあかんやん。それは暴言ですよ。お前が一番知ってんだろ。あかんよ、あかんよ、あいつベースボールシャツ着て逃がしてたのお前だろ。ベースボールお前が欲してたろ。ダメダメダメ、俺だってな幸せになりたいよ。極楽とんぼの喧嘩はライブやテレビでもたびたび披露されていた彼らの18番。しかし相方を失ってからというもの、喧嘩ができずに狂犬らしさを発揮できなくなっていた加藤、明らかにフラストレーションを溜め込み、それをメンバーも心配していたわけで、お前がスッキリやるからだろうが、ひな形が相手に、お前コピーしてんだこれやろ。危ないぞ。あ、赤赤。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 やめなさい。やめなさいよ。ちょっとちょっと。やめなさいよ。これ誰やねん。面白い。学生の巻き添え。お前全然踊れねえらしいな。AKB のまゆゆも参戦。そんなに下手じゃないよ。そんなに下手じゃないよ。そんなに下手じゃないよ。くるぶし攻撃も忠実に再現。そして極め付きは、バケツ？もう関係ねえだろお前、これやるの。バケツに向かって喋ってる。あ、やる。バケツと喧嘩し始めた加藤。何この喧嘩？何かエア、エア。エア喧嘩や。危ない。危ないぞ。完全なる自作自演。あれやな、バケツでも成立するってことが分かった。そうやな。それびっくりやな。これは収穫やね。めちゃめちゃ。お前いなくなって10年ぶりだな、カメラの前で喋るの。当たり前じゃねえからな。当たり前じゃねえからな、この状況。いつか誰かが、いつかめっちゃイケが番組にしてくれて、俺普通に踊れる。そんなことねえからな。これ逃したらもう何にもねえんだよ、俺ら。終わりだぞ。さあ、イケメン期末テストで起きた奇跡。罰が悪い、ね、気まずいっていう意味ですけども、これ正解ですけども、正解加藤浩次、浩次の正解ちょっと見てみましょう、こちら。あいつと顔を合わすのは罰が悪い。はい、正解です。短くてね、もう短くてね、短くていいでしょ、短い、これ素晴らしいです、はい、誰のことを言ってんだろうと思ったら正蔵さん。はい、正蔵さんの答え、はい、同じように見てみましょう、こちら。なんだ、先輩に草野球を誘われたが罰が悪かった、はい、これおそらく加藤浩次と正蔵さんは同じ人物を。ココリコの遠藤はあいつとは長い付き合いで一番仲がいい後輩だった。あのあったかいとこ行った方。あの人や、あの人や、すげえな。なんだろうねこれ、なんなんすかね。もしかしての同一人、僕らが思ってる人物のことをおっしゃってます。いやー違う全然違う。そんな山本を慕う後輩たちにも今夜のスペシャルに協力してもらっている。まずは彼らに山本のめちゃイケ出演を伝えてみると、山本圭一に会ってみようかなっていう。え？え、山本さんですか。それはもう、いや、そんな、いいんですか。
ココリコ遠藤やロンブー厚志を中心とする軍団山本は、売れない頃から山本が面倒を見てきた芸人たちの総称で、今回の事件で山本が宮崎にいる間も彼のことを気にかけ、復帰の日をずっと心待ちにしていた。同じく軍団山本のメンバー庄司は、本当ですか？山さんが出られるんですか？そうしようかなと。ありがとうございますペナルティーのワッキーも僕がそのありがとうございますっていうのもなんか違う話なんですけど、めちゃイケに出れるんですか山さんが？いやでもほんまにめちゃイケで、さ一番もうみんなが口を揃えて言ってたのが、もうめちゃイケに戻そうっていうのは、もうこれがもう僕らの合言葉やったんでめちゃイケに戻そうぜって言って、なぜ10年も戻ってこれないんだと思いますか？僕はずっともう思いっきりこう反省してるんだから、反省をいろんな人に見せてほしいってずっと思ってたんですけど、それがなかなか本人のそのスタイルとプライドとかがいろいろ多分本当に考え方本当甘かったよなっていうか、うん、それは山さんだけではなくて、僕らも同じ世界で同じ空気吸ってる人間はちょっとそれはありましたね。さらに2010年夏、めちゃイケに再びピンチが訪れた。岡村が体調不良でダウン、収録も全て中止となり、再開のめどが立たなくなってしまったのだ。ついに2枚看板を失うことになっためちゃイケの暗黒時代。大将の岡村が、いや体調不良だから休みますって収録飛ぶって納得いかねえって話よ。もう体調不良ね、呼べこれもう。ちょっと当時はまだ岡村の詳しい病状を知らされていなかったため、納得がいかない様子の加藤。すると浜口から思わぬ一言が。あれですもんね、極楽とんぼで言えばもう4年間休んでるようなもんですからね浜口さんすごい。すでにあれから4年が経過していた。極楽とんぼ休んでる言えばですよ。4年捕まったみたいな顔してるなんかこっちは加藤さんちょっと休んどいてみたいな気持ちやのに、いや俺やるよみたいな感じで勝手に出てこられて、うん、サービス残業みたいな。そうですよ、会社で言えばサービス残業で勝手にやってっから。ほんまや、勝手に何してんの。勝手に何4年間、うん、俺この4年間サービス残業せやで、せやですね、勝手にやってもらってます。気づかなかったわ来るんや、今日も来るんやみたいな俺的には行かなきゃと思ってるからよう来るなって。工事現場に近所のおっさんが来た感じで、僕一生懸命働いてる感じ。別にいいのに。いいのに。あ、そうですか。そうね。そうですね。それ申し訳ありました。それは面白い。じゃあもう岡村休ませよう。しっかり休ませよう。ねえ、やべえ。はい。二人でサービス残業しよう。あ、俺もそう。そうだよ。その当時の岡村には山本にまつわる知られざるエピソードが。僕がその半年休む直前に、いよいよもう無理やなってなってきた時に、山本さんから、ショートメール入って、大丈夫かと、しっかり休めっていう、ショートメールが来たんですよ。そうやってね、僕らめちゃイケメンバーとして仲間として
ずっとやってきて、その仲間がちょっとこう倒れかけた時に、山さんはこう大丈夫かって言って手差し伸べてくれたけど、じゃあ僕自身なんか山本さんに手差し伸べたのかっていう、ただ差し伸べてないな、そこのなんか、なんかちょっと、なんやろ、どう思われるか別として、やっぱ仲間やし、一緒にずっとあのやってきたメンバーで仲間やから、その一つの失敗でもうダメダメダメってもうあいつなしって僕はやっぱならないし、ここまで来んのにものすごい大変やったよ。これこうやってみんな集まってこうやって山田さん帰ってくんの、10年ぶりだな、カメラの前で喋るの。6時30分からはめちゃイケ2時間半スペシャル。10年ぶりの再会は衝撃の結末に。当たり前じゃねえからな、この状況。行くぞ。9時からは映画ザ・ラストメッセージ海猿。彼らの勇気にあなたは必ず涙する。海猿シリーズ奇跡の2週連続放送。北海道でしょ、ウニ見てるやろ。トンネルズとのわさび寿司ロシアンルーレットで次は誰が食べるのか揉めていると、同時に食べます。はい、トンネルズチーム、もう一人お願いします。同時です、同時に、はい、同時に食べていただきます。じゃあ山本、山本もちろんいるわけない。いんなよお前。生放送ならではのハプニングだったが、毎回僕は宣伝があるからいやいや来てるんです。山本が迷惑をかけた人はここにも。そうですね、過去には出たことすらなくなったこともありましたね。お蔵入り、お蔵入りあった。大泉さん、そうやそうや、お蔵タレントですよね。いやいや別に僕らせいでお蔵になったわけでも。あったわ。ドラマ東京タワーは主演の大泉洋が並々ならぬ思いで臨んだ作品だった。しかし出演していた山本の事件により出演シーンが全て撮り直しになり、放送日も変更を余儀なくされた。もちろん番宣ゲストとして出演しためちゃイケの企画もお蔵入りとなり、本当に悪いことをしてしまったのだ。僕はね、本当にもう編集してなくてもいいけど、あの時の V だけ欲しい。面白かったのにな、あれ担当 D やもんな。そうでしたか。ああ、本当にいいで。いやでも面白かったです。面白かったけど、あれオンエアできへんかったもんな。そうそうそう、偉いことしてくれたね。俺のせいじゃねえよ。俺のせいじゃねえ。そうやって消す。2011年秋、新メンバーが加わった15周年記念テストでは、加藤さん、こちら。あいつはすぐイニシアチブを取りたがる。あいつはいつもバイタリティに溢れている。あいつはインスピレーションに定評がある。あいつはいつもデフォルメして話を伝える。ね、あいつって誰なんだよ。加藤の外来語に出てくるあいつとは。いいじゃねえか、誰だってやろ。いいじゃねえか、誰だってやろ。あれだね、宮崎した。いや、たまたまそうなったんでしょ。たまたまね、急いで帰ってたね。あいつっていうのは山本じゃない。言うんじゃないよ。説明。いや、それしかないじゃない。進みなさいよ、あいつで。オブラート、オブラート。はい、ここにいない人の名前言わないでください。そうですよ。指原さんなんかね、今回新曲でセンターでな。今や飛ぶ鳥を落とす勢いの指原もスキャンダルで1年間反省の日々を過ごしたという話題に。もう1年ぐらいですかね。もう意外と長かった感じ、長く感じましたね。長かった。あら、どこ1年、1年は長かったね。あいつは7年頑張った。2013年夏、
山本が消えてからすでに7年の月日が過ぎていた。まあ我々はもう知ってますけども、肉巻きおにぎりの会社潰れちゃったんだ。頑張ったのにね。なんでだろう。今広島で鉄板焼きやっています。いい食だ、飲食大好き。とにかく飲食あれからもう7年経っています。7年頑張っています。1年で長かったですけどっておかしいでしょうよ。でもやっぱり鉄板焼きがすごい成功するかもしれないし、人生何があるか分かんないじゃないですか。鉄板焼きの成功なんて望んでませんよ。帰ってきてほしいんだよ。私は頑張って。やっぱりね、一緒にまだやりたいって気持ちがありますよ。7年ですよ、7年。あ、そうね。こっからあいつはね、お寺に入ろうとしています。反省しています。どうですか、この中の1年間、はい、あいつはお寺に入ろうとしています。どうですかお客さん。冗談っぽく聞こえるが、山本は心身ともに自らを顧みようと山寺で1年間修行をし、それを終えれば本格的に芸能界に戻る準備をするつもりだったという。全国の皆さん、あいつを許してください。許してください。なぜか AKB も頭下げてる。ごめんね。お父さん、その2ヶ月後。知らないんですね。インターネットの番組めちゃゆるで論文淳から加藤に報告が。僕は結婚するにあたって、婚姻届け書く時の保証人ってあるじゃないですか。あの保証人を僕も絶対山本さんじゃなきゃ嫌だと思ったんで、山本さんのところにハンコ押してくださいって言いに行ったんですよ。置かせてくださいって言ったんです。はい。で、もうお寺にいるからお寺に来いって。入ってんのも。お寺に入ってんです。山本が山寺にこもり本気で修行していた頃の話。そう、まあ、やれるかどうか分かんないけど、俺はもう1年間やるって言ってました。山本寂聴みたいになってんの。それが、僕そのお寺に行った時に、お迎えに来てくれた方が僕そこの住職さんだと思ってたんですよ。で光がこうバーッとあったんで確認できなかったんですけど、なんとその住職だと思った人が山本さん。もういやそれぐらい、それぐらいもう、もう一番のここのお寺のお坊さんでしょっていうぐらいの。何個前ですかヤバかって。そんな淳がめちゃギントンの罰ゲームで過去の女性関係を暴露されて、ぜしかし淳が気になったのは、どっからなんだよこれ。誰が知ってんだよこの情報。どういうやつ。何、いや、このゲロったやつが気になるんだよ俺まず。ゲロってない、ゲロってない、ゲロってないよ誰も。あれだろ、限られるやろ、山に住んでるやつだろ、あの山の。山から聞いてんだろ、あの山に今。山から聞いてない。山の人はもう一生懸命やってるだけだ。お山の人しか知らねえもんだって。本当にこの時めちゃイケスタッフは山本と接触していない。私はなんでお山の大将に言うの。いやそこやねん。あの人めっちゃしつこく聞いてくるんですよ。一緒や、俺らと一緒や。そんな軍団山本の中でも特別な関係という淳に、再会の日を前に話を聞いてみると、うわー嬉しいっていう表現も違うし、いや待ってましたってこうすごい力強く言うのも違うし、だけど素直にその、まあ嬉しいですね。ぶん殴られますよ。本当殴っていい人だと思います。本当、はい、あなんだったらめちゃイケのスタッフ全員殴っていいと思います。山本さんのことで、その拳が愛情のない拳だったら殴ってほしくないですけど、いろんなことをみんなが考えた拳だったら、まあ、ぶつける意味があるし、それを山本さんは受け止めなきゃいけないと思うし、それを岡村さんが一人で抱えて殴るっていうのもものすごいパワーがいることだと思うんですよ。でそのようやくそこで分かるんだと思います、あの人。
残されたメンバーとスタッフが苦しかったこととか多分 100% は伝わってないはずなんで。山本圭一まあまああんまりねやったろな言うてんねん俺はどついたろうわーあーわーあーあーあー山本圭一そうだよね、そうだよね。今夜6時半からのめちゃイケスペシャルは10年ぶりに山本圭一に再会、亜生の日々を大追跡。あ、どうです、加藤君、完成中の盗塁ってあるの？山本に気づかれないようこっそりやってきた宮崎で事件発生やばいって、がお楽しみに。ここまでの放送はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。今夜のめちゃイケは10年ぶりにあいつと再会。そういう気持ちさせんな、もう10年経ったんだからさせんな。去年の27時間テレビの出演交渉で騎士団のスタジオを訪ねた日のこと。この間そちらのヒカルさんにチラッと会ったんですよ。あ、え、ほんまですか、はい、あの宮崎の方で FM をやりだしましてね。あ、はい、勝手に岡村が勝手にと言ったように世間やめちゃイケメンバーに報告がないまま宮崎の FM 局で山本の冠番組がスタート。さらにこちらも何にも報告がないまま下北沢でお笑いライブを開催。勝手に動き始めた山本に一同は違和感を抱いていた。僕は東京でお会いしたんですけど。そうですか、ね、そこに復帰前の矢口真理さんもいらっしゃってなんかスタモンダメンバーが結構もうなんかね少年院みたいなあ、そうですか。山本が芸能活動をひっそり再開させた今、めちゃイケではどんないじり方をしてきたのか。言うでも簡単に言うで、相方が先輩の嫁でとって。こちらも少し世間を騒がせたが、相方さんはテレビ出れないんですか。出れるよ別に、そんな別にそんなそこまで悪いことしてないからね。俺やったことは山本と変わらないと思ってよっぽどひどいわ向こうの方があれに比べたら可愛いもんや。一緒だよあんなもん、あんなもん、あんたの相方に比べたら似たようなもんだろ。いや、ようライブできたな下北で。当時ワイドショーでも大きく報じられていた。何言ってんねん、誤解すんなよあんなもん、誤解すんなよあいつを感謝せなあかん人ってまだおんのちゃうかなと思って。浜口が提案しためちゃイケ20周年に感謝すべき人とは。ねえ、あ、ちょっと待って、ちょっと待って、はい、目線おかしいから目線おかしいから。でもさ、これはあれよ、正直言わしてもらうと、はい、感謝はしてないよね感謝するの年やから私に行かなくていいですか。あ、いいです、いいです、いいです、はい、いいです、いいです、はい、スッキリとかすげー見てますよ。あれから10年も経てば山本と会ったことがないスタッフも。この間そういえば加藤さん休んだじゃないですか。いや、身内の不幸だよ、身内の不幸で休んだ。マジっすか、山さん死んだんすかおやべえ、お一回会っときたかった俺一回会っときたかったっすよ。飯村君さ、飯村君さ、はい、山さん死んでない。死んでない、あいつ身内ではないでしょ、相方だけど。俺入った時あいついないじゃないですかあいつって呼ぶんじゃねえよ、すいません、山さん、あいつって呼ぶんじゃねえよ、会ったことないんだったらなおさら。どうもこんばんは、本気マンジュニアです。お、知ってるよ、テレビで見てっから。27時間テレビで自分の見せ場がないと拗ねた加藤をなだめる心君。じゃあこうしよう、今回の生放送で思い切って相方さんの話をしてみるのはどうですか。え、じゃあ本当に言うよ、じゃあ27時間の加藤さん、うん、10年間一人で頑張りましたね。すごい、泣いちゃうよ加藤ちゃん、泣いちゃうよ、そんなの言ったら加藤ちゃん泣くな。辛かったでしょ。泣いちゃうよ。あ、あたた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 
と。これまでの加藤の苦労を知っているメンバーも心から祝福。これはやられる。ありがとう。感動的な空気が急に台無しに。せっかくのチャンスも台無しに。お前なんだよ、どっちなんだよお前は。山本帰ってくる。やめなさい、やめなさい。帰ってこないように。痛くないでしょ。山本帰ってくんねえ。ちょうど10年前、めちゃイケに開いた大きな穴。その穴が埋まることはなかったが、なんとか笑いに変えようと必死で走り続けてきたメンバーと山本が今夜再会する。その直前の心境を聞いた。それはもうめちゃイケがやらないといけないことやし、これをずっとほったらかしたまま行くこともできないし、こう20年で一回ちょっとこの宿題を一回片付けないとまた次行いけないし、こんな変な感じのままずっとよう10年できたなと思うし、だから今回そのね、対面した時、もう僕と超楽しみなんですけど、一言目でしょうね、山本さんの一言目。おうだったらもう嫌いになるかもしれないですね。世間の皆さんとスタッフの皆さんにはちゃんと謝ってほしいなと思いますけどね。もう僕はいいですよって。私グーで殴りたいわ本当。多分言葉はあんま出ないし、難しい感情とかなんかちょっといろいろ、あの危険も伴いますよね。あのめっちゃつまんなかったらどうしよう。そっち。そっちか。心配ご無用、絶対面白い2時間半スペシャルはガチンコ人間ドキュメント。山本圭一。まあまああんまりね、やっとるわ言うてんねん。でも10年って長いぜ。俺はどついたろう。うわあ、あああ、山本圭一や。そうだよね、そうだよね。東京、埼玉、宮崎を隠しカメラ50台で大追跡。10年ぶりにめちゃイケのカメラが捉えたあいつは本当に反省しているのか。盗塁、あ、盗塁、おお、加藤君反省中の盗塁ってあんの。メンバーが極秘で宮崎入り。ラジオ本番中のあいつに岡村大接近。やばい、筋肉が。ん、この人は。戻る。そしてついに訪れる再会の時、夜の市民球場であいつは何を語るのか。お前いなくなって10年ぶりだな、カメラの前で喋るの。そして加藤の思いとは。当たり前じゃねえからな、当たり前じゃねえからな、この状況。いつか誰かが、いつかめっちゃイケが番組にしてくれて俺普通に戻れる、そんなことねえからな。二人が向き合って極楽とんぼがしなきゃいけないことっていうのは何かね。まあ山本の覚悟を聞きたいですね。ここの世界に戻ってきた方が楽だとかって思ってるのは多分話にならなくて、戻ってきた方が絶対辛いですから、うん、戻ってくるってことは10年前に迷惑かけた人にどんだけ返せるかという生き様しかないっていう、まあその覚悟ですね。うん、本人の。あなたは山本圭一さんですか。今夜6時半、お見逃しなく。
down. Yeah, you played me like a basketball. Every time you're around, boy, you make me feel so small. Is this how love's supposed to be? 'Cause I've been told many other stories. No one's ever treated me the way you did. You were with her the other night. Why should I stand in line just to spend with you some time? Oh, oh. Is this how love's supposed to be? 'Cause I've been told many other stories. No someone like you.